どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。生まれたての小鹿です。今回ね、小鹿ラジオで話していく内容は、今が旬のモンスターハンターライズですね。あと、狩猟解禁まで4日かな、4日になりました。すげえね、自分もね、久しぶりのモンスターハンターで、クロス以降はね、やってなかったんですよ。ワールドとかアイスボーンとかなんでね、久しぶりにね、ダウンロード版買って、今かとね、すげえ俺楽しみにしてます。はい。どんなね、武器種を使うかは具体的に決めてなくて、でもね、体験版で、触った感じだとすげえ面白いなって思ったのが、太刀とランスとスラークですね。太刀はね、すげえかっこいいんだよ。びっくりした俺も。なんかいろいろなモーションがね、追加されてて、なおかつ使いやすいっていう神武器なんで、多分絶対使っていくかなっていうか、メイン武器にするかなっていう武器の一つになると思いますね。スラークがね、結構面白くて、4G とかクロスとかだと、なんか機動力悪い武器だなって思ってて、全然使わなかったんですけど、なんかライズになってね、機動力上がってて、すげえ使いやすい武器だなって思って、なおかつ、いろいろな武器の変形ができて面白い武器と思ったんで、やっぱね、それもメイン武器の一つになるんじゃないかなって思いました。はい。なんか一番ね、使いにくかった武器は、体験で、タメさんが分からなかったんですよね。なんか全然違ってて、今までの。なんか、今までの武器とかやったら、ちょっとモーションが変わったなっていう程度なんですけど、体験はなんかための段階のような感覚が分からなくて、だから今のところはちょっと体験はね、使う頻度が多分減るなっていうイメージの武器ですね。俺的には、俺の中では、俺が使う武器の中ではすごい使う回数減るなっていう武器ですね。今作の復活モンスターで出てきて嬉しかったのはやっぱジンオーガとかナルガとかですね。はい。やっぱね、戦ってて楽しいモンスターは僕好きなんですよ。それこそティガレックスのようなモンスターも好きだし、あと個人的に好きなのは、フルフルとか、ドス系とかも好きだし、結構ね、戦ってて楽しいモンスターは本当好きです。これは多分全員にいろんな人に頭はまるとは思うんだけど、あとね、僕ワールドとか、アイスボーンとか、まだね、買ってなくて、やってないんで、そこら辺のね、出てくるモンスターもすごい楽しみで、モーションとかも知らないんで、すげえ下手くそだと思うんですけど、すげえ楽しみっすね。やっぱね、実質ね、新モンスターがね、何十体も増えたようなもんなんで、自分の中では。そこら辺はね、ほんと楽しみ。今回からね、入ろうと思っているモンスターハンター勢は、別にね、そんな古参勢とか、そういうね、人らのことはあんま気にしなくていいよ。自分もね、4から入った身だけど、ユータだった、ぶっちゃけ言うと。ユータだったんだけど、結構ね、自分の中ではね、楽しんでたんだよ、モンスターハンター。だからユータでもいいから、モンスターハンターはね、そんな気にせずに楽しんでいってほしいなって思ってる。そんなことは気にしなくていいから、ほんと新規は。ただ、あんまりね、迷惑はかけないでほしい。例えば、爆弾とかでね、妨害したりとか、剥ぎ取りを妨害したりとか、そこら辺はね、もう立派なユータですから、妨害行為ですから、そこら辺はね、気をつけてほしいなって思います。だから別に、そんなね、難しいこと考えずにやってほしいなって。あとね、体験版のね、マガイマガドが倒せないとか言ってる人もね、たくさんいて、それで新規もう入るのやめようかなって思ってる方は安心してください。僕ね、マガイマガド倒してません。というか、マガイマガド挑戦してません。はい。やっぱね、メインモンスターはなんかゲーム本編でやりたいなと思ってて、マガイマガドはね、一切倒してないし、もうなんならね、それに関連する動画とかを見てないから。だからそんなね、新規ね、なんか倒せないように設計されてるものをね、そんな
無理に嘆いたりする必要ないから、どん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 ね、モンスターハンターライズに入ってきてほしい、本当に。それでね、一緒に楽しみましょう、モンスターハンターライズを。はい、これはね、告知なんですけど、まあね、モンスターハンターライズの発売日に、生放送やります。発売日直前生放送みたいな感じで、まあ、ダウンロード版買ってるんで、みんなで一緒にやりませんかみたいな感じで、生放送したいと思います。ので、ぜひぜひね、参加してほしいです。僕もね、なんかいろいろね、地雷さらしてしまうと思うんですけど、久しぶりのモンスターハンターでね、まあ、クロス以降だから、うん、わかんないこともね、たくさんあるので、いろいろと教えてくれたりしたら嬉しいです。なんで、どん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 ね、なんか参加して、見に来てくれたら嬉しいなって思ってます。ということでね、モンスターハンターの発売、モンスターハンターライズのね、発売日が近づいてきたんですけど、僕もね、皆さんと一緒になんか楽しんでいけたらなって思ってるので、まあその生放送もね、視聴者参加型みたいな感じにして、まあ、楽しんでいけたらと思ってるんで、参加してください。よろしくお願いします。